いい？はい。今までは町。こっちは町。今が町だ。町だ。どう？いい感じやん。町の方ってなかなかこう森や木との接点ってあまりないと思うんですよね。まあ町の人もそうだし山の人もそうだけれども、やっぱ木のこととか森のことをもっと知って、自分たちがこう森に対してどういうアクションをこう起こしていけばいいのかっていう、まあ考える入り口として、やっぱり一度森に来てそれを体験して、あ、森っていい場所なんだなとか、気持ちよかったなとか、そういう思いをやっぱり町の方にも感じてほしいし、で一緒になってこれからの森のことを考えていきたいっていう気持ちがあるので、まあそのためにこういう場所を作ったっていう感じですかね。めっちゃ楽しい。山に来る気になったか？なった。森の体験って普段街の生活だと使わないこう五感を刺激してくれる場所だと思うんですよね。綺麗なこう木漏れ日を見たりとか、実際に木の香りを鼻で嗅いだりとか。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂い。そうやっていろんな方がこう森に来て、その自分の中のこのいつも使わない感覚っていうのをこの場所でこう取り戻してもらえたら嬉しいなと思いますけど。やばいっす。人が入った時にこう気持ちのいい森っていうのをまあ作りたいなというので、光、木をだいぶまあ切って間伐をして、森の中に光が入るっていう感じでまあ作ってますね。天竜の森とか川とか、こう街にないもの、自分が求めてるものっていうのは全部あったんですよね。実際にこう来てみないと見えないもの、5、6、7、8、わからないことってあると思うんで、まずこう森の入り口として足を運んでくれたらいいなと思います。花粉症の人か。俺も花粉症なんだ。いや蓄えてる、木が飲んでる。欲しくない人はいないですよね。誰でも、森は誰でも受け入れてくれると思いますので。